茂ってますけれども、まあこういう中も小枝に切り戻すっていう感じですね。こいつ枝をなくしてこの辺の感じに、こういう中の枝に切り戻しですね、こんな感じにしていきたいと思います。よいしょ。それでまず大まかな計画を立てますけれども、だいぶ葉張りが出てますね。隣の木と干渉してますんで、ちょっと上から覗いてみましょうか。ですね、この強い枝を、まあ、このぐらい弱いところに切り戻した方が良さそうですね。多分中の立ち枝になってますね。で枝の構成を見ますけれども、この枝は生かしますけどね、こっちはどうしましょうかね。あそこぐらいで切っちゃった方がいいかもしれないですね。ぐねっと切ってる、こっちの後ろですね。そうするとこの辺が全部なくなると思うんですよね。この辺の枝を残すかどうかですけど、これを残してこれが残りますので、まあこの辺あってもいいんですけど、あそこから落とすとこれなくなりますね。なってもいいぐらいの勢いでやった方がいいかもしれないですね。ちょっと中見てみましょうか。今言ってたのはこれですよね。これを落としちゃおうかっていう話ですね。あれが残ってこっちが落とすと、まあ、これもいらないでしょうね。多分こっからになると思いますね。これがすごいですね。粘着してますね。この枝がこっから生えてきた時にくっついちゃったんですね。これも粘着しそうですけど、もはや落とせませんね。まずこれを落としましょうかね。じゃあ行きます。ここまで落としますんで、
太いからね、チェーンソーで切れますかね。ですからこれに対して垂直、垂直とアクリッチの中間ですから、このラインですよね。でアークリッチを傷つけない、こんな角度できるのが理想ですね。この辺は取っとかないといけないんですけど、まあ、これは強すぎますから。前はこんな感じですかね。あっち側をもっと切らなきゃいけないですけどね。頭をまとめていきますけども、としてはこの辺を残して、この辺とかこれどっちか選択しなきゃいけないですね。こっちを落としますかね。伸びすぎた枝を切り戻します。よいしょ、ね、内向枝になってます。立ち枝
立ち枝ですね。出て行っちゃいますね。ここまで戻しても立ち枝だし、落としちゃいますか。まあ、下枝はね、少し多めに残してもいいですね。ただし、不要な枝は取ります。いかがでしたかね。いつもと趣向を変えてちょっとつぶやきながら切ってみましたけれども、もしもお気に召したのでしたら、こちらのもう一例の木の剪定もご覧ください。このお宅のように周りに茂った木があったり、日を遮るものがあればいいんですけれども、夏の剪定はあまり強く切りすぎると葉っぱが焼けたり幹が焼けたりして木が大変傷みます。状況をよく考慮して切りすぎにご注意ください。この木もだいぶ大きくなっちゃったんですけど、かなり小さくしますけど、今ここ下切ったんですけどね、このぐらいまでですから、この中のこの辺の小さい枝を残して、このぐらいの輪郭ですね。この辺からこの辺まで、この辺まで詰める感じですね。前にも枝ありますけど、なんかこの辺を生かしてくるんでね、この辺までいっとかないとちっちゃくならないですね。こういう交際だね、なっちゃうんでね。
まあ、この間もあんまり良くないんで切っちゃいますよ。こっちもですね、この辺に切り戻す感じですか。かろうじてここかな。これはもう使えない枝です。もうこの辺生かしてちょっと見ます。まあ、この辺でもいいんですけど、これでも出ちゃうんでね、ここまで行っちゃいます。こんな感じにね、いきますけども、で、そもそもですね、相関になってて、要するに幹が2本あるんですね。早打ち1本にすればいい木になるんですけど、それぞれの内側に枝がないんですね。今更1本にしようとしてもあまり良くはならないですけど、まああえてどっちを生かすかというと、こっちを生かして、こっちをまあちょっとした枝残してこの辺で落とすとかですね、っていうのが選択肢ですかね。これ前後に相関になってるんでね、あまり相関の意味がないんですよね。要するにこっちから見て前後なんでね、左右に相関ならまだ扱いはありますけど、前後に相関なのであまり相関の意味はないですね。こういうのは早めに取ります。今回はどうしましょうかね。ここまで落としましょうかね。まあちょっとやってみてですね、これを落とすんだったらその枝は残しますけど、じゃあ残すんだとその枝は落とすようですね。木になってからやっとね、こういう感じになっちゃうんですよね。武骨な感じになっちゃいますね。どうしましょうかね。少しいじってみて様子を見ましょうか。こっちもちっちゃくしなきゃなんないですね。こっちもちょっと、整理しなきゃいけないですね。なんか蜂の巣とかありそうで怖いですけどね。この辺まで行きたいんでね、本当はね、この辺まで、こ
こういう感じで行きたいんですよね。これももう中枝があればこの辺があるので何しておりますかね。これ間延びしちゃいましたね。これも色が薄いでしょ、こっち比べるとね。こういう枝は使えないんですよ。落としといてもいいぐらいですね。この辺から作っていくこともできるかもしれないけど、ここで切ってもこの感じはね一生治らないんですよ。こういうね、こういうふうに切ってもこの感じは治らない。私は割と早めに取っちゃいます。こういうのね早めに取らないと。これも勢いだね。この枝に対して向こうの枝からこっちに来てますね。これも途中でなくさないと。これもね、なんか団子になっちゃってるね。この辺でふかし直すか。まあ、あんまりちっちゃくならないですか。この辺まで行きたいね。これはちょっと広角枝ですね。でしょ、広角枝ですよね。ここを作ってはいるけど、こういうのはね野放しない方がいいですよね。根本から立っておいた方がいいですね。これは枯れてってんですね。なるとこれをどうすかね。これもこれはいるか。あるからね。
なくてもいいような感じですよね。落としますか。そうするともうこの後ろの幹から来てるこの枝が割と活躍しちゃってるから、後ろの幹は落とせないですね。広角ですよね。立て止めとく。ちょっと癖が強いですね。これもね、使えない枝ね。色で見分けてくださいね。これは前の切り方悪い ね。こういう枝はいずれにしても使えない。でも向こうからね、こっちへ来てるでしょ。この辺ぐらいまでで収めないとね。それ以上こっちへ来るのは。から来てるからね、あんまりこっちの左の方へ行かさない方がいいんです。こっち行きたがってるけど止めちゃった方がいいですね。これもこの辺を切っとくと、こうやって脚立が寄せやすいですよね。少し下枝切ってから行くっていうのは手ですよ。
もね、こっち行き過ぎですよね。これも甲殻枝ですね。こっちの枝からこっちの枝生きてるでしょ。こういうふうに広角すぎるんですね。せめてこの辺とかまでにはしとかないと。越境しすぎですよね。出過ぎだよね、やっぱりこの辺かな。あとは上からやりますんでね。あと横もね、少しやります。巣がでかいな。あの奥行ってる枝ね。幹を両方残すことにしたんですが、この枝もまずいんだよね。だけどここを作っちゃってるからね、落とせないですかね。といっといた方がいいんだけどね。これは少なくともダメですね。これは残せないですね。完全に交差してますし、本当に違いますよね。こっちかどっちかですね。もう多分枝多いね。これとこれがあればいいみたいな感じ。これがいらなくて、どっちかいらないね。でこれだよな。落としたいんだけど。まあ仮に落としときますけど、本当は取りたいですね。今取っちゃうと湧いちゃうんだよね。そう考えるとこれは残しなのかね。残さなきゃなんないから切るとすればこっちですね。
で下から見てみましょうか。うん、右は落としてもいいみたいね。どっちかなんですけど、あ、まあ小さくしたいならこっちを落としちゃって、これを芯にしていくにしてもいいですよね。将来のために落としといた方がいいですよね。多すぎますよね。ゆくゆくはこっちの細い方を芯にしていくので、この頭を落としましょう。ね、色の薄い強い枝ね、これは将来的に使えません。そういう枝をこういうふうに、こういうふうにね、途中で切っちゃうと味気のない枝ばっかり出て、またこれをここで切んなきゃいけないんで、二度でもだったんです。こういうのね、中途半端切ったらダメです。これもね、これも色で分かりますよね。こういうのも枝先見るまでもなく切っちゃう、ね、これ暴れん坊の枝ばっかり出ると。
に。夏の時期にあまり枝先まできちんと手入れしても秋までにまた形が崩れてしまいますので、この時期はこのような大まかな剪定をしておいて秋から冬に整えることをお勧めします。ご視聴ありがとうございました。